ミニョン。ミニョン、ミニョンは、アンブロワーズ、トマのオペラ作品。1866年、パリのオペライコールコミック座で初演されて、トマの代表作となった、ヨハン・ボルフガング・フォン・ゲーテの小説、ビル・ヘルム・マイスターの修行時代をもとに、大幅な脚色を加えている。1866年11月17日の、パリイコールコミック座での初演は、 セレスティーヌ・ガリマリエ、カペル、アシャール、バタイユラ。イギリス初演は1870年7月5日、ロンドン、ドルリール演劇場、クリスティーナ・ニルソンが出演した。アメリカ初演は1871年5月9日、ニューオリンズのフレンチオペラハウスで出演は、デュメストル、ド・ケーゲル、ナッティ、ペリエラであった。イギリス初演の際にトマは、セリフを、 レシュタティー・ボニ置き換えたイタリア語版を作成、ミニョンをメゾ・ソプラノからソプラノに、フレデリック・オテモール・ブッフォーからコントラルトのズボン役にそれぞれ改めた。1894年のうちにオペラ・コミック・座はミニョンの1000回の公演を迎えるが、作曲者の生存中に1000回の上演がされる、初めての歌劇作品という栄誉に良くしたのである。なお、 日本初演は1921年9月28日、東京の帝国劇場にて、ロシアのボリッショイ劇場によって行われた。法人による初演は1951年9月1日、新橋演舞場にて、藤原歌劇団によって行われた。この傑作が、なぜ上演されることもないままに忘れ去られているのか、不思議に思われる。このオペラは初演以来1900回近く。 上演されてきた、これは、ウェルテルよりも多い。そして、作品の中には有名なアリアがいくつもの存在する、のである。リブレットは、ジュール・バルビエとミシェル・カレにより、フランス語で作成された。内容は、ゲーテの人気小説、ビルヘルム・マイスターの修行時代、1796年、を自由に脚色したものある。ビルヘルムが遍歴の途上に出会う。 発行の少女ミニョンが突然死んでしまうところは原作に忠実だったが、そのせいで最初の公演の評判は良くなかった。なぜならオペラコミックはハッピーエンドで幕が下りるという伝統に反していたからである。そのため台本に手直しが施され、最後はミニョンとビルヘルムが結ばれるバージョン作られた。このオペラの集結部は、 オペラコミックの監修に合わせたハッピーエンドに改めた帳、単二通りの版と、主としてドイツ向けにタイトルロールの詩で終わるようにした版が用意さている。作曲者自身によるハッピーエンドの短縮版でも演出、演奏が良ければ少しも取ってつけたようにはならず、切実な感動を呼ぶのである。18世紀末のドイツの田舎街及びイタリアが舞台。銀遊詩人。 ロッターアリオがドイツの田舎街に流れ着き、幼い頃にさらわれて、行方不明となった娘を探して、ここまで流れ着いた家庭を歌い上げる。同じ町に来ていた旅芸人一座の座長、ジャルノはミニョンに踊れと命じ、ミニョンが疲れているので踊りたくないと命令を拒否したところ、ジャルノは鞭を取り出して、ミニョンをとうする。そこへ通りかかった学生、ビルヘルムが止めに入り、 結局はビルヘルムが金を払って、ミニョンを引き取る。人々は自由の身となったミニョンを祝福するが、そこへ、ビルヘルムが熱愛する女優、フィリーヌと貴族の息子、フレデリックが現れ、フレデリックのおじである男爵の邸宅で開かれる劇に、ビルヘルムを誘う。ビルヘルムが自分を単なる子供としか見ていないことを知って、ショックを受けたミニョンは、 ビルヘルムの気を引きたい一心でフィリーヌの舞台衣装をこっそりと身につける。そこへビルヘルムとフレデリックがフィリーヌをめぐって口論をしながら部屋へ入ってくる。ミニオンは二人の喧嘩を止めるが、そのことが原因でミニオンはビルヘルムに突き放されしまった。上、フィリーヌからは衣装を勝手に着たことを責められる。フィリーヌへの嫉妬に苛まれるミニオンは、邸宅の外でロターリオと出会い、 一部始終を打ち明ける。演劇、真夏の夜の夢は、大成功を収め、フィリーヌは、満場の拍手で祝福されるが、ロッター・リオはミニョンに同情するあまり邸宅に火を放つ。炎に包まれる邸宅に、ミニョンが取り残されたことを知ったビルヘルムはミニョンを、救い出すために、燃え盛る邸宅へ、単身、飛び込んでいく。ビルヘルムに助け出されて一命は取り留めたものの、 焼け負ったミニョンは、イタリアのとある城で療養することになるが、ビルヘルムは、ミニョンの自分に対する愛を知り、また自分もミニョンを愛していることに気づく。城に仕える執事のアントニオは、この城の領主は幼い娘をさらわれてから見すぼらしい、銀遊詩人に身をやつし、娘を探して、各地を放浪するようになったことをビルヘルムに打ち明ける。ミニョンが行方不明の娘。 スペラータであることを知ったロターリオは、正気を取り戻し、三人は喜び合う。そして、ミニョンは、ビルヘルムと結ばれる。原作通りに、ミニョンがビルヘルムを愛する感情を抑えきれなくなり、激しい動機に苛なまれながら、ビルヘルムの腕の中で天に召されるバージョンもある。その場合、フィリーヌがミニョンを祝福する。序曲約10分、第一幕60分。 第2幕45分、第3幕40分合計約2時間35分。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。